新たに新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは白河市、本宮市、泉崎村の50代から70代の男女4人です県内で一日に4人以上の感染が確認されたのは10月12日以来およそ2か月ぶりですまた福島県によりますと4人は感染者と接触していたことが確認されていて それぞれ症状が出ているということです県は4人が感染したウイルスがオミクロン株かどうか分析を行うことにしていて結果が出るまでには1週間程度かかる見通しですこの4人の感染が確認されたことで医療機関に入院している人は重症の1人を含む6人となり病床の使用率は0.9%に上昇しました 県は4人の中に自宅での会食で感染したと見られる人が含まれているとしたうえで会食には感染リスクが伴うことを意識しつつマスクを着用して会食を行うよう注意を呼びかけています。